おはようございます。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。木下青魚店の娘、お魚娘です。魚屋の娘として生まれ育った私は、幼い頃からいろんな魚と触れ合ってきました。そのため魚にはちょっとうるさいです。このチャンネルでは、魚を釣るのが好き、さばくのが好き、食べるのが好き、とにかく魚が大好きという方に向けて、魚のさばき方から魚にまつわる雑学まで役に立つ動画を配信しています。ホームページでも魚の雑学をブログ配信しているので、興味のある方は下の概要欄からご覧ください。それでは本日の授業を始めていきましょう。このお魚は何でしょう？答えはミナミマグロです。今日の時間割は、1限目基本情報、2限目名前の由来、3限目栄養、4限目目利きポイント、5限目面白情報です。基本情報。分類、スズキ、モク、サバ、カ、マグロ属に属します。仲間にはクロマグロ、キハダマグロなどがいます。外見を見ていきましょう。体長は200センチくらい。体色は背が黒く、腹が銀白色。体型は綺麗な紡錘形。クロマグロより細長い。目が大きく黒い。胸びれが短い。腹びれは折りたたんでいる。尾に突起がある。味の特徴。脂のりがいい。旨味がある。甘みがある。熱すると身が締まる。アラが美味しい。酸味がある。程よく柔らかい。クロマグロより酸味が少ない。旬は夏です。代表産地は鹿児島県、静岡県、宮城県、岩手県両方。定置網、巻き網、釣り。定置網とは、魚が通過する経路に網を設置し、一定期間放置して回収する漁法です。巻き網とは、魚の群れが存在する水域で円状の網を張り巡らせ、船で巻き上げる漁法です。釣りとは、釣り糸と釣り針を使用し釣り上げる漁法です。生態。南半球に
広く回遊しており、水深100から400メートルほどの海域に生息しています。活動時間は昼です。中高生で昼間に活動し、夜間に休みます。産卵期は冬です。好きな食べ物、肉食性です。小魚、甲殻類などを食べて生活しています。成長スピードは速いです。1歳で50センチくらい、2歳で70センチくらい、3歳で90センチくらいまで成長します。寿命は長いです。20年ほどです。名前の由来、マグロは目が大きく黒いということからです。南半球に生息するマグロということから南マグロと呼びます。漢字の由来は肉付きがいい魚ということからです。英語では Southern Bluefin Tuna です。 Southern は南半球の、 Bluefin Tuna は黒マグロという意味です。栄養、鉄分豊富な赤身魚です。主な栄養はバイン、ロイシン、イソロイシン、 DHA、EPA、タウリン、アンセリン、タンパク質、ビタミン A、 ビタミン B 群、ビタミン D、 ビタミン E、 ナイアシン、葉酸、鉄分、亜鉛、マグネシウム、カルシウム、カリウムです。目利きポイント、目に膨らみがあり澄んでいる、ずんぐり、体が丸い、体色が濃い色、ヒレが潤っている、エラが鮮やかな紅色。柵の目利きポイント、筋か平行か斜めを選びましょう。目利きが難しい魚です。
よくわからないという方は、ぜひご来店ください。店主が詳しく解説します。魚選びをもっと楽しみましょう。面白情報。赤身魚と白身魚。南マグロは赤身魚です。赤身魚と白身魚はミオグロビン含有量で決まります。 10% 以上が赤身魚、 10% 以下が白身魚です。赤身魚は超距離ランナー、白身魚は短距離ランナーです。地方名、全国各地でユニークな名前で呼ばれています。広島県では南マグロが一般的ですね。豪州マグロと呼んでいる地域もあります。姿、形がよく似た魚はクロマグロです。見分けポイントはおの突起です。部位で味が異なります。大トロ、中トロ、赤身です。大トロは脂乗りがいい部位です。中トロは大トロと赤身の中間の部位です。赤身は酸味がある部位です。泳ぎ続ける魚、マグロは泳ぎ続ける魚です。その理由は呼吸法にあります。マグロはエラに筋肉がなく、エラ蓋を動かすことができないため、泳ぐことで空気を循環させています。でも安心して、夜は酸欠にならないようゆっくり泳ぎながら眠っています。最後に今日の川柳をご紹介します。目を閉じて聞いてください。連れ誘う、シビの群がり、ミナがこぶ。もっと面白く詳しい雑学は公式ホームページでご紹介しています。下の概要欄からチェックしてね。この動画が面白かった、役に立ったという方は、いいねとチャンネル登録してね。また次回もお楽しみに。バイバイ。